フランスのカード。1から始まる。ロアでカーロアドクールが1枚見せてある。フランスのカードは、王などに具体的な人物像が当てはめられていて、絵が1枚1枚異なっている。英米式カードの52枚セット。これに、ジョーカーが加わる。英語圏で普及。明治以降の日本でも普及した。 トランプは日本ではカードを使用した室内用の玩具を指すために用いられている用語で、もっぱら4種各13枚の計52枚を1セットとするタイプのものを指して言うことが多い。プレイングカードの小道具としてもよく用いられる。起源については、はっきりしておらず諸説あるが、中国など東方で発生したものがイスラーム圏に、そしてヨーロッパに伝えられた。 とするのが一つの有力な説である。日本では16世紀にポルトガルからラテンスートのタイプが伝来し普及したが、明治以降の日本では英米式のカードが普及している。日本語ではトランプと呼ぶ習慣になっている。英語のトランプは本来は幾種類かのゲームのルールにある切り札の意味で、なぜそれがカードを指して使われるようになったかはあまりはっきりしない。 また切り札の意味でトランプという語をゲーム中で使うコントラクトブリッジなどでは注意が必要である。16世紀にポルトガルから伝来したのでポルトガル語カルタを音社して以前にはカルタとも言った。世界の各地域によって呼び方は異なる。南欧各地ではスペイン語のバラハナイペスのようにトランプを意味する専用の語がある。 一方で、フランス語カルトアジュー・キャルトアジュエ、英語プレイングカーズは、共に遊戯用カードという意の一般的な表現にもなっている。日本語の場合のようなねじれ現象は珍しくなく、特定のゲームの名前がトランプを指すようになった言語もある。例えば、ギリシャ語のタウローパイウプシロンラムダアルファーは、ベネチアの古いゲームの名であるトラッポラに由来し、中国語の 僕カツハイやタイ語のはポーカーに由来し、またベトナム北部で T ・リットル KH と呼ぶのはロシアで人気のあるドゥラークというゲームの名前が中国語経由で伝わったものである。インドネシア語のカードレミはラミーに由来する。近年ではカードの名称ではないがマイクロソフトが Windows にクロンダイクというゲームをソリティアという名称で添付したため、 ソリティアという一人ゲームを指す総称が、クロンダイクという一種類のゲームを指して使われているという例がある。日本語のトランプのほか、マレーシアのダウンテレップのテレップも英語のトランプ由来である。トルファン氏で発見された1400年頃の中国の遊戯カード起源は諸説あり、古くは古代エジプトに由来するとする説などが存在していたが、 現在中国説が最も有力であり、またすべて東方に発生したものが欧州に移入されたとする点では一致している。これら東方に発生したものを西アジア方面から復員した十字軍やサラセン人などの手によって欧州に伝えられた可能性が高い。16世紀イタリアベルガモのトランプ40枚組12世紀以前の中国に陽子は今日の 麻雀の元となった遊戯である。民の聖火年間の陸広し、祝園雑記の記すところによると、当時のコ混ン散ンで一種のカードゲームが流行しており、カードの総数は38枚であって、1000から9000、100から900点1万巻から9万巻、20万巻から90万巻、100万巻、1000万巻、万万巻からなっていた。糸巻きのように見える図柄は、 ゼニの穴に糸を通した束でサイコロの目のように見える図はゼニを正面から見た図である。1万巻以上のカードにはスイコ殿中の20人の絵が描かれており万々巻は倉庫を1000万巻は竹松等となっていた。当時の人はこの種のカードをヨーコと呼び、ヨーコを使ったカードゲーム自身のことはヨーコギと呼んでいた。今ではスイコパイと呼ぶことが多い。 トップカップ博物館所蔵の15世紀頃のマムルーク町のカードは偶像崇拝に定触しないように絵札には人物は書かれておらず代わりに文字で説明がされているこのためスートナと絵札の名前が判明している完全な形で残っているわけではないがダラーヒム、トゥーマーン、スユーフ、ジャウカーンの4つのスートがあり書く スートには1から10までの数冊とマリク、ナイブ、ナイブサーニーの3種類の絵札があったと考えられている。カップのスートなトゥーマーンはトルコ語でマンを意味する語であり、中国の紙パイのスートである1万個との関連性が考えられる。ウィリアム・ヘンリー・ウィルキンソンは漢字のマンを上下逆さまにした形がカップになったと推測している。 1500年頃の3枚の遊戯カード起源が定まっていないことから欧州への伝来についても諸説あるが、少なくとも14世紀には欧州各地に記録が見られることから相当数広まっていたと考えられる。欧州に最初にトランプが出現したのは14世紀前半のイタリアとされているが、スペイン説も有力。カードの構成は、 当時のアラブのカードのデザインを収容している。ただし、スートのうち、ポロ用スティックは、欧州においては、ポロ競技に馴染みがなかったことから、イタリアでは、儀式用の杖、スペインでは、棍棒に変化した。15世紀も後半になると、フランスでは、スートが、ダイヤ、スペード、ハート、クラブに変わり、絵札の騎士が女王と差し替えられた。バレエ、デーム、ロアとなった。 このフランススタイルがイギリスにわたり、バレーがジャックに、デームがクイーンに、ロアがキングになり、英語圏に広がっていくことになった。フランスにおいて、フランス革命期には、王は、守護神、女王は、自由、ジャックは平等に置き換わった。これは王政復古くらいまで続いた。名称について、プレイングカードをトランプと呼ぶのは日本だけで欧米では、 プレイングカードと呼ぶのが普通である。トランプとは切り札という意味があり、明治時代入国した欧米人がゲームをしながら、トランプという言葉を何度も発していたため、日本人はそれをカードの名称だと勘違いしたものと言われる。伝来から、明治時代まで日本では16世紀に、ポルトガルからラテンスートのトランプが伝来した。48枚の札からなっており、 ポルトガル語のカルタがそのまま日本語になり、ひらがなで、カルタと書かれたり、漢字では、が止めた、カルタ、紙パイなどと書かれた。1597年に、長祖壁元地下が、爆撃カルタ諸勝部を禁止していることから、この頃にはすでにカルタが相当流行したものと考えられる。また1634年の角倉戦の絵馬には、トランプをしている男女の絵がある。 ポルトガルから伝わったカルタをもとに、日本で作られたカルタは、天章カルタと呼ばれる。天章カルタは、その最初の札に、天章金入り国上仕上げと記してあったことから、後世そのように呼ばれた。天章カルタの枚数を増やした、ウンスンカルタの名前は17世紀後半の、洋州府市や大田南保の、半日間話などに見ることができる。これら西洋カルタ系統のものは、 早くから掛け事に使われ、江戸幕府でもカルタの掛け事をしばしば禁じた。株札、花札などはいずれもこの系統のカルタから変化したものである。また、日本古来より存在した疑いなどを発展させ、札を西洋カルタの様式にして作られた百人一首などのカルタは、系統が異なるものである。なお、江戸時代には、フランス式のスートも一部の学者には知られていた。 トランプが再び盛んに行われるようになるのは明治時代になってからである。トランプの名は1885年に出た桜上与医師の西洋遊戯カルタ使用法に見られカードのゲームと記述が紹介されている。明治では最初、米国やイギリスから輸入されていたが、やがて国産品も作られるようになった。山内任天堂による国内生産産内任天堂は、 1904年から1905年にかけての日露戦争時に愛媛県松山市内に開設されたロシアン軍捕虜の収容所で捕虜のむつらねを慰めるため政府からの依頼を受けてトランプの製造を開始したという伝説が存在する。しかしアメリカ・オハイオ州シンシナティにある US プレイングカード社本社の付属博物館の展示物から1903年にはすでに 山内任天堂のトランプが制作されていることが確認でき事実と矛盾する。なお、任天堂の公式ホームページには1902年に日本初のトランプ製造に着手したとある。現代1953年には任天堂がプラスチック素材を取り入れたトランプを開発、販売。現在ではプラスチック素材が取り入れられたトランプが大きく普及している。 現在日本国内にて普通に見られるのは国産品、欧州、アメリカ、中国、台湾からの輸入品が多い。プラスチックのトランプは従来ポリエンカビニールが多く使われていたが環境問題への対応のため最近は PET などへの置き換えが進みつつある。世界各地のカードは様々である。イタリア、スペイン及びラテンアメリカ諸国で使われているスートで、 カップ、貨幣、杖よりなる。剣が、スペード、カップが、ハート、貨幣がダイヤ、杖が、クラブに対応する。ヨーロッパに、カードが現れた、当初の形式を保っており、16世紀の日本に伝えられたカードもこの形式であった。核、スー途はそれぞれ、騎士、装飾、農民、商人を表すとも言われる。ただしこれに、特別な根拠はなく、 続説の一つと見た方が良い。プレイングカードをベースにトランプと呼ばれる絵札を加えてタロットへと発展する際、小アルカナに付加されたいわゆるこじつけの一つと思われる。このため、占いに使われるタロットカードの小アルカナに愚者の札を加えてトランプが発生したという説も間違いとされている。タロットはもともとは遊戯用のカードで、 占いに転用されるようになったのは18世紀になってからである。近年ではタロットの方がゲームをより複雑で面白くするためにトランプに絵札を加えていったのではないかとされており逆にトランプからタロットが派生したと考えられている。カードは全体的に細長い。スペインのカードには数冊の銃がなく絵札が10から始まる。 多くのゲームでは8や9も使用しない。絵札はソタカバヨレイからなる。イタリアのカードは8.90がなく、絵札はホンテリからなる。ただし、イタリア北西部及びフィレンツェのトランプはフランスタイプのスートを持つ。特にジェノバピエモンテ州のものは枚数も36枚で、他のイタリアのトランプと異なる。下はスペイン式カードの絵札である。 王のインデックスが13でなく12になっていることに注意。ポルトガルでもかつてはラテンタイプのカードを使用していた。現在はフランスタイプを使用しているが、スートの名前はラテンタイプのものをそのまま流用している。また、ブリスコラというゲームはポルトガルではジャックがクイーンにより強いが、これはジャックの絵柄がかつての騎士にクイーンが従者に似ているためである。 ドイツ式の4種類のオーバードイツの数とは鈴、心臓、コノハドングリよりなる。コノハとドングリは F 大外では中央に生えた木の枝から生えているように描かれる。9と10のカードは鈴と心臓では縦3列にマークを配置するが、コノハとドングリは中央に木があるために2列にならざるを得ず、配置の仕方が異なる。ドイツのゲームでは定位のカードを使用しないことが多い。 例えばスカートでは2から6までを使用しない。A に相当するカードはダウスと呼ばれるが、これは実は2のことである。絵札はウンター・オーバー・ケに日よりなる。スイスのスートは鈴、タテノ野原、ドングリよりなる。やはり2から5までを使用しないのが普通である。12は旗の絵が描かれており、バナーと呼ばれる。フランスタイプ15世紀の後半に。 フランスで現在日本で見る形のスートが生まれた。当時は多色刷りの技術がなく、色はステンシルを使って手で塗っていたため、製造を容易にするためにドイツタイプのスートを単色に変更し、スートのシンボルの形を極端に単純化したものである。フランス語のカードは1から始まる。あくまで1であって A ではない。1、10の次は、 バレーバレデームダーム、ロワロワであり、インデックスにも通常、VDR の文字が記されている。フランスでは、一般にトランプの絵札に実在もしくは、伝説の人物を当てはめられていて、人物の絵が一枚一枚異なっている。16世紀に、フランスのパリで作られたものは、以下の通りの人物に当てはめられていた。これが、 現在のフランスのカードのデザインに継承されている。ダビデを象徴するごとを手にしたスペードのキングの拡大図これに対して、ルーアンでは、スペード、ハート、ダイヤ、クラブの順に、ロアを、ダビデ、アレキサンダー、カイサル、カール、ダメを、パラス、ユリト、ラケル、アルジーヌ、バレーは、ヘクトル、ライル、オジェ、ランスロとされている。パリの組み合わせが、 フランスで広まって現在に至っている。現在でも一般的に使われている。上記のフランスタイプは現在でもフランスで一般的ごく当たり前であり、フランスおよびフランスの旧植民地や海外圏などで用いられている。このフランス式デザインは日本でも輸入玩具のショップなどで買うことができる。英米タイプフランスルーアンタイプのカードが16世紀の 英国に伝わった。なお英語圏では、スートのデザインはフランスと同じであるが、名称のスペードはイタリア語のスパーダスパーダに由来し、クラブはコンボの意味であるなど、ラテンタイプに由来する名前がついている。フランスのカードでは、スートごとに特定の英雄などが割り当てられていて、人物のデザインも一人一人異なっていたが、イギリスのカードでは特定のモデルはいなくなった。 この英国式のカードがイギリスの植民地や明治以降の日本で普及した。明治以降に日本で一般的に使われるようになったトランプは英米タイプと呼ばれるものである。英語圏では英米式が最も一般的に用いられていて、日本ではかつてポルトガルなどの影響下にあった時にはそちらの様式が日本に入ってきていた。その結果、 イギリスやアメリカで行われているゲームや、英語の用語をカタカナに置き換えるなどして導入するということが行われている。52枚のカードから構成されるが、通常はジョーカー1から2枚を含んだ53から54枚の形で市販されている。ジョーカーが2枚含まれる場合は1枚はエキストラジョーカーとして、もう1枚よりも色を抑えて印刷されることが多い。 また、コマーシャルカードと呼ばれる、コントラクトブリッジの点数表や広告などがもう一枚付く製品もあり、これをエキストラジョーカーと同じ扱いとする場合もある。なお、そのような用途で用いられた、コマーシャルカードは、日本国内では俗に日ジ,ジと呼ばれている。ジョーカー以外の52枚の札は、スペード、ハート、クラブ、ダイヤの4種のスートに分かれており、各 数とには13のランクの札がある。13のランクは A、2、3、4、5、6、7、8、9、10、J、9、K となっている。J、9、K の3つのランクには通常人物の画像が描かれており、まとめてフラと呼ばれ、それ以外は数札と呼ばれる。上下逆に持った時にひっくり返す手間を省くため、 エフラには上下に二つの半身像が描かれていることが多い。この形式をダブルヘッドと呼ぶ。多くのゲームでは AS は単なる1ではなく K よりも強いカードとして扱われることが多い。ニオデュースと呼ぶこともある。AS およびデュースはもともとそれぞれダイスの1および2を表す言葉である。以前は3から6はそれに習って順にトレイ。 K と、シンク、サイスと呼んでいたこともある。AK9J10 の5枚を、オナーカードと呼ぶことがある。カードの左上と右下の端には通常、Q、K のようにインデックスが記されている。以上の位置揃えで、デッキ、またはパックと呼ぶ。標準的なトランプのカードの大きさには、ブリッジサイズとポーカーサイズの2種類がある。ただし、ブリッジ、 ポーカーという名称は便宜的なものであり、ブリッジサイズのトランプでポーカーをプレイしても何の問題もないどころか、アメリカのカジノの大部分はポーカーをするのに、ブリッジサイズのカードを使用している。トランプ以外のカードゲームやトレーディングカードでも、これらのサイズを踏襲しているものが多い。トランプを使ったゲームの数は、あるゲームを別のゲームの編集とするかどうかで大きく違ってくるが、 数百種類があることは確かである。ここではそのすべてを羅列することはしない。より詳しい一覧は、カードゲーム及びカテゴリー、トランプを見られたい。また、日本独自のトランプゲームの一覧は、カテゴリー、日本のトランプゲームにまとめられている。トランプゲームの分類方法には、様々なものがあるが、ここでは、デビッド・パーレットの新しい分類による。なお、 パーレットの古い分類では、クライミングゲーム、ゴーイングアウトゲームは、シェディングゲーム、ラミーは、コレクティングゲームにまとめていた。ペーシェンスゲームは、オーダリングゲームと呼んでいた。日本の漫画、アニメ、特撮等では、主人公らの名前や、服装の一部が、トランプモチーフの作品がある。トランプは、世界的に見ても古くから課税の対象とされてきた。日本では、 1902年に施行されたカルタ税法、1957年には、これが改正されたトランプ類税法で課税されていた。この規定により、パッケージに少子を貼ることが義務化されていた。1989年の一般消費税導入時に、消費税法に統合廃止されている。英国のカードとそれに習っているカードでは、スペードのエースのカードに制作者が書かれ、 その中央のスペードマークのみ、ダイヤクラブハートのそれと比べて大きく、また凝った模様が施されているものも多い。この由来は、イングランド王ジェームズ一世の時代まで遡る。トランプのカードに、1パッケージあたりいくらという形で税金がかけられた、ため、その支払いの証拠として、出荷時に、パックの一番標則に置かれる監修であるスペードの AS に、 偽造防止の目的で複雑な模様の納税証明印が押された。これがデザインとしてカードの側に転移したものである。英国では、その後、1960年8月4日まで1765年印司法により、トランプは課税されていた。もしくは、ゴッド、オールマイティと呼んでいたが、これは日本以外には見られない呼び方で、 由来は不明であるトランプの4種類のマークに分かれているもので、これはイタリアの社会階級を表している人の意味を持っている。トランプに対する課税と飲酒、小脂類も歴史的に見て深いつながりがあると言われている。飲酒、小脂類にはタバコなど物品に重複するタイプのものがあり、その多くは物品を封印する形で貼り付けられ、開封によって飲酒、 少子類が無効となり消し印される機能を持っていた。トランプに課税される場合にも箱に封印タイプの印紙、少子類が貼られることが多く、ここからカードマジックで新品のトランプであることを示すために、小子の封を切って見せる習慣が生まれたと言われている。トランプに限らず、ゲームに関する歴史は一般的に記録されにくい。また、トランプは、 手品や占いの小道具として用いられることが多く、それらは神秘性を求めるため多くの続説が生まれた。以下は明確な証拠がないため、間違いとされている。ユニコードバージョン6.0で、追加多言語面に、トランプのためのブロックが追加され、トランプの理面、52枚のカードと騎士4枚、ジョーカー2種類の59の符号が定義された。 バージョン7.0では3種類目のジョーカーと22枚の切り札が追加された。他に基本多元語面の U プラス 2660U プラス2667にスートが定義されているカルタムンディと参加の製造会社。ありがとうございます。